ハッシーです。あつこです。イェーイ。お願いします。はい。これで、あつこさん、随分またね、たくさんのお話を、インタビューしてるわけですけども、今日は、この間の続きですね。はい。宇宙に向けて、宣言すればいいっていうところまで話したと思うんですけど、ちょっとその辺の先の続きを、またちょっと解説してもらえませんでしょうか。宇宙とつながるっていうふうに宣言をすると、うん。自分が、言葉っていうよりも、この思いの振動数がキャッチしてくれるので、うんうん。もうつながっていきます。へえ、楽しみ。うん。その時は、やっぱり、ピュアな気持ちで、信じ込んで、あと、余白を大事にする。うん。うん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 。能力がある方って、時間が重なっちゃうと飛んじゃうんですって。皆さん忙しいから、電車に乗りながら、LINE やってて、この2つのことにもやっていて、もう1つはおかずのことを考えてとか、4つも考えると飛んじゃうんですって。そうするともったいないし、ダメなんで、とにかく、クールダウンするとかしていかないとダメなんで、現代人忙しいから、それで入ってきにくくなっちゃうんです。でも、僕最近、はい。よくね、物忘れとか、記憶が飛んだりすることよくあるんですけど。それなんかね、いっぱいいっぱいなんだと思います。ああ。ちょっと、もうちょっと楽にした方がいいと思います。なるほど。そっちが原因なんだ。へえ。容量が キャパシティ超えてるかもしれないので。あ、そういうことか。ええ、わかりました。じゃあ、ちょっとのんびりしなきゃいけないんだね。そうですね。のあんびりって緩くした方がいいと思います。力をあ、抜くとか。ああ、自せっ分かで、ち、せっかちのちょっと抑えて。そっか。僕のね、意識はピッパなのよ、ピッパ。一歩とこれなんです。要するにさ、こう、イメージがピッと降りてきたら、パッと動く。いいですね。そこはね、意識してんの、すごく。ただ、ピッパで動くとね、左脳使ってないから、本当にこう、イメージだけですぐ動いちゃうからね、結構失敗もするよ。もしかしてベガ出身なのかな？ベガの人って結構そういう人が多いって聞くんで。なんかもうパッ直感で動くと、周りのこと考えないボンボンボン行くんですけど、そだからそれなのかなって思いますけど。う。へえ、そうなんだ。私知らなかったです、何？ピッパって。そう、ピッパの法則ね。ピッパの法則って言うんですか？そう。あるん要ですする、か？いや、ほら、ピってこう、イメージが来るじゃない、インスピレーション。だけど、大概の人はそれに対して考えるじゃないですか。ん？とか。そうすると、だいたい1分とか3分とか経つと、もう行動に移さないんですよ。いいですよ。このチャレンジ的になって、私は、降りてきたことを、やっぱりそれに従うので、結構神社に行かされるんですよ。神社に。神社に行かされちゃうんだ。で、行きなさいって言うんで、それが結構あって、私、足悪いのに、お役、メッセージで、もう、いずいず行きなさいって形で、結構、って思いながら行って、何度か帰れるんですけど、とにかく従わなくちゃいけなくて、それはあります。そうなんですか。従わなくでも、そんな遠くへ行けないでしょ、神社行くっつっても。れね、ドンピシャのタイミングの距離感であるんですよ。本当に、今持ってお金の範囲内で、行ける時間内で行けるようなとこが、降りていくんですよ。それ最初信じられなくて、行って、帰ってこれだと思って、入ってたと思って、それの繰り返しなんですよ。そう。そのピップはありますけど。へえ、面白い。そうなんで、ちょっと、必ず言われた通りにします。そうなんだ。
もう一度確認したいんですけど、結局自分の周波数に合った周波数のエネルギー体と交信するじゃないですか、基本は。ね、ということは、その降りてくるメッセージは、ある意味自分っては自分ですよね。そうハイと。ヤーセルフの自分。そうだと思います。まあ、あとは宇宙人っていう説もあるし、ね、いろんな神々かもしれないんだけど、その時に自分の波動を整えるのには何か気をつけてます？やっぱり自分主体の自由な暮らしですね。まあ仕事してたら好きなものどんどん食べるとか、好きなとこ行くとか、好きなもの買うと、そういう感じで自分の気分を下げないようにしたいと思います。なるほどね。そうか、常に意識を上げて。あげてと自分を満たしてあげる。そうね、そう、満たす、そう、満たすことが大事だよね。そうすると、なんか、なんとなく穏やかに、いられると思います。じゃあもう、敦子さんはもうほぼ毎日、もう穏やかな状態でいられてるんですね。この世界に入る5年前が、ちょっとダメだったんで、その時に、急に変えさせられちゃったんで、急に変えさせられた。ちょっと生活が大変な時に、まあ、吐けちゃったんですよ。ハ ゲちゃったんです、私。それで、それも、その時に、ちょうどタイミング的に、ちょうど私のできる範囲のお仕事をやってきて、で、じゃあやりますってことで、そしたら少しずつ治っていったんですけど、結局、好きなことしかできないような状況にさせられてしまったんあ、よかったですね。よ。いいのかなんかね。で、それで実家の方に行かなくて、実家のサポートしなくちゃいけなくて、そしたら、それが、すごく良くなってきたんですけど、なんか、こう、やっぱりありますね。何があるの？こう、波が。だから、やっぱり自分をメインに考えて、楽にしてあげなくちゃダメですね。そうだね。そしたらもういいわ。全然絶好調です。絶好調 で、まあ、楽にやれるんで、焦らなくていいし、そうなんだよ。でも、それこそ宇宙のリズムに乗ってますね。まあ、なんだろうな。でも宇宙でしょっちゅう、なんかこう、変わってましたよね。で、前にチャネリングしたことが、時間が逆転しちゃったりしてるんで、伸び伸びになったりとか、こう、早まったりして、ここはよくわかんないんだけそうなんだ。そういうど。ことを感じるんですね。なんか、あれって結構時間がなんか違ってきちゃった感じしませんか？いや、時間が違ってきたというよりも、とにかく一日が早い。もう終わったの？みたいな感じ。振動数が違うらしいんですよ、やっぱり。バイブレーションが。させられちゃうみたいな感じですよね。なるほど、すごいな。でも、この顔の表情を見てると、本当になんかあれですよね。霊能者っぽいような雰囲気が。そんなことないです。義母愛子さんって覚えてる？まあ、顔はちょっと雰囲気違うんですけど、なんとなくそんな、こうオーラがなんか似てませんか？そうか、初めて言われ そうか、た。そうか。そうなんだ。雰囲気がありますもんね。そうです。そういうこのスピリチュアル的なカウンセリングをする。なんていうかな、イタコ？とか。亡くなった御霊と交信するイタコの、方の雰囲気にもなんかこう似てませんか？言われませんか？亡くなった方はちょっとやっぱりやりますけど、やっぱその時はすごい疲れます、やっぱり。エネルギーが強いんですよ、亡くなった方で、更新したい方って。ちょっと私苦手ね。でもたまにやりますけど。
そう、亡くなった魂との会話もされるあんんだ。まってまあ、つながるでメッセージを伝えただけなんですけど、うわー、素晴らしい。それはあんまりでもね、得意じゃなくて。あ、それは得意じゃないんですね。多分、ライトワーカーの人がどちらかというとそちらじゃないので、うん、まあね。で、他の、今いる人をどこまで引き上げるかが、そうですよね。そっちがメインだからね。うん。僕もそう思うけどね。うん。でも、こういう活動してれば分かると思いますけど、みんな過去世知りたがったり、ね、御霊の、要するに先祖さんとつながってほしいっつって要望してきたりって多くありません？ 自分のことを知る意外とショックだったんで、さっき言った通りに、やっぱり意外とショックだったんで、自分のことをね、知るときが。過去世？いいこともあったと思うんですけど、やっぱ多分覚えてることが、結構厳しいこと皆さん覚えてますよね。で、今、今世は、だから、2026年の秋までは、この前世のこととか今のことのカルマの回想で次は違ってきちゃうらしいんですよ。だから今は、ある意味勉強期間で、ある意味いい時期ですよね。ここから変わっていくそうだ、そうなんで。なるほどね。うん、楽しみですね。でも今も楽しみましょうん、そうう。ね。あ、いいことを言う。でも、こうして、今思ってること、感じてることを、こうやってこう、アウトプットしてくださってますよね。どうです？やっぱアウトプットするとまたエネルギー入ってきてます？なんか実感ないけど 実感はない。でももうすごいです。これでに今日今2本目ですけど、もうあっという間にもう30分ですよ。そうですか。早いでしょねう。ねえ。もうでもまだまだもう言いたいこといっぱいあるんじゃないですか？え。なんかまあ、ありますけど、なんか、まあ一応言いたいことは大体言えたので。あ、とりあえず言いたいこと言えた。あ、よかった。多分、前回の撮影も含めて、大体12、3分の動画だから、多分5本ぐらい、一旦、上げられるんじゃないかと思うのそうで、ですか。ちょっと少しお時間いただいてもいいですか？はありがとうございます。じゃあ、とりあえずね、最後一旦締め、そろそろ締めようと思うんですけど、い。はい。とりあえず、この瞬間で、こう何か伝えたいこととか、今思ってること、何かメッセージ的なもの何かあります？2026年の秋、秋分点で、こう切り替えがあるらしいので、そこまで皆さん頑張ってほしい。っていうことです。頑張るってことはどういうこと？生き延びろってこと？いや、そうです。やっぱり今のやり残したことをやるとか、あと、感謝したい人とか、会いたい人に会いに行くとか、それがまあ前世からのやり残しなので、あと、自分の作ったやり残しをこうやればいいと思います。そうですか。なるほど、わかりました。じゃあ、とにかく、もう今やりたいことをやって、ね、楽しいことをして、会いたい人に会いに行って、ね、後悔のない、日々を、過ごすと、いうそこれをとです楽しむっね。ていうことですね。楽しむ。楽それをし楽む。しむ。後悔って感じじゃなくて、楽しむことだと思いわかまりす。ました。じゃあ、そろそろ時間ですので、一旦ここで終わりますけれど、本当にまたこれからもいろんなことをメッセージ教えてください。ね。ありがとうございましありがとた。うございました。ありがとうございます。じゃあ、消しますね、録音。